今私がいるところはですね、いやいや、あのね、今日の動画全部頭のところで自分の顔を入れようかと思ったけど、風が強くてね、あれです。ここはね、港大通公園のね、電車通り側、一番通ったんですね。うわ、風が強い。風がビュールビュールですよ。ここのあれかも。ファミリーマートも売れるかも。人ん芸の商売を想像してっていうか、あれなのに、親戚でもないんだけども、喜ぶ私。ほら、風はね、どれぐらいかっていうとね、これぐらい。わかります?ちょっとね、そよぐっていう感じじゃなくてですね、ちょっとね、嫌な、あれですよ、風ですよ。向こうには渡りませんよ。あ、ここはね、ちょっと風がね、ない。ビルで遮られてるのかもしれませんね。もう日付は今日はもういいですがね。言いましょうか。あ、今日の動画一発も言ってないや。8月のね、20日です。はい。ここはね、名山町って書いてありますね、向こうにね。ここ前歩き動画したけど、雨の日はまた情緒ありますね。ここはここを名山堀っていうのっけ。どっかありますよ、名山堀。あ、それにしてもちょっとね、今日、私昨日から、昨日に限らず、いつも使ってる、ここ行ってみましょうか。ちょっと花火大会とは関係ないけど、ここは名山堀っていうんじゃないですかね。あ、ちょっとね、雨音がいい。この220円のビニール傘にね、落ちる雨音を聞いてください。黙りますからね。あれ、外れたっけ?ここは、いや、あれだわ。左側に行くと引き返すことになりますから、あ、もう一回こっちに行きます。はい。いや、人生ね、引き返すことも大事ですよ。ただね、あれです。雨がほら、これだけあると、せっかくの花火大会の、ここだ、ごめんなさい。こっちに行く。やっぱり、単純に花火を楽しんでいただきたいですよね。というか、私自身がもう楽しみたいんですけどもね。この辺はよくローカルテレビで特集で出てきますよね。終わり行け。じゃあ右だな。暑い。あれが。熱射病とか、熱中症とかいう感じじゃなくて、なんかあれですよ。寝たーってくる。
そこをそれじゃ右に行こうかな。ここはですね、いわゆる昔の、今もそうかもしれないですけど、こうビジネス街っていう系、私なんか小さいというか二十歳ぐらいの頃はそんな感じがしてましたけど、こっちがあれですよ、あの電車通り側、名山町一ですね。つるるる、つるるる。ここはね、鹿児島信用金庫ですね。で、こっちが内科ですよ。あの内科っていうとあのガラルッかもしれんけども、いや間違えるといかんからですね、ちゃんと見てからですね。産業会館ですね。はい、ここがほら、ここ右に行きますからね、朝日通り。ですからここあれかも、あの鹿児島駅側、いわゆる吉野とかですよ、あちら方面から来れられる方は案外ここからこの辺りをこう朝日通りで電車を降りられるのかしらね。ね、はい、今のですね、そんなに降ってないでしょう。降ってないけどね、降ってないけど、やっぱりね、あれ、花火大会にはですね、でも、これぐらいならいい、よしとせんといかんですね。はい、電車の音が聞こえるようになったでしょう。風はヒュルヒュル、波はサンズリク。まずね、ここからですね、あ、そうだ、正面がですね、南日本銀行本店。本店右の方が、はい、ちょうど電車来ましたね。朝日通りの前提ですね。で、これから、左に行くと山形屋ですね。なんかのあれ、もう時間によってはなんかなのかな。あ、ここです、ほら。6時からですね、6時からね、車両通行でも分かります、こんな感じですね。結構あの向こうのほら、ここをまっすぐ行くとですね、西郷隆盛さんの銅像があるんですよ。で、その向こうに城山ホテル城山か、あ、見えてますけども、煙ってますね、雨ですよ、雨。ここはアーケードだからちょっと傘を畳みますからね。朝をいけんすかいねと思ってたんですよ。
もう 95% ぐらいはね、もうね、持っていかないつもりだったんだけどね。ちょうどね、ほらほら、もう本ぶり。いやいやいや、いやんですよ。ほんで、降りる瞬間に、ちょっと友達から送ってもらったんですよ。ほんで、降りる瞬間に雨が降ったもんだから、傘をね、掴んだんですけどもね。それが正解だった。もし降りる瞬間に、いや、日が照ったりね、してたんですよ。ですから、さっき言ったみたいに、もう、傘はいらんやろって言ってたけど、降りる瞬間です。見えない力が働いたって、こういう時はね、自分勝手に思うんですけどもね。あら、今日はこれは動いてませんね。楽しみにしてたのに。はい、これがね、山形なので、上に見えますでしょう。丸い。なんていうのっけ。山形って一番高いところだっけ。平井心がありますけどね。はい、ここはバス停ですね。なんでここ地域差かっていうとですね、これですよ、これ。ほら、わかります？そこに橋桁みたいなのが見えますでしょ。これがね、カナフアーケード。全国的にも珍しいですよ。珍しいらしいですよ。あ、その前にここ。ここがね、よかど鹿児島。ここもね、撮影に来たんですけどもね、あれで、コロナがほら、収まらないもんだから、店のですね、紹介もなかなかできないところ。はい、さっきのカナフアーケードに話を変えますよ。ここはね、あれですよ。こういうな雨降りでもですね、傘がいらない。はい。ここをまっすぐ行けばあれですね、山形屋であって、あれ。あ、やだね。こっち右端はね、濡れる。濡れるけどもですね。向こうが伊豆通り側ですね。はい、ほら。人力車がいる。ということでですね、今度動画はですね、この辺りでお開きになります。ありがとうございました。